榎本俊明は日本の原子力技術者、東京電力副社長原子力本部長などを歴任、原古問、工学博士である大阪府出身。1965年、東京大学工学部原子力工学科を卒業後、東京電力に入社。入社後、原子炉の設計、原子力発電の企画業務及び安全設計の業務に従事するとともに、 原子力発電に関する広報業務にも関わる。1984から1988年、及び1990から1991年に、東京大学工学部非常勤講師に任じられる。2004年には、社団法人海外電力調査会会長に就任し、少なくとも2009年2月までは現職であった、福島第一原子力発電所には、 1970年の1号機の試運転の時を含め4回勤務した。副社長、原子力本部長であった2002年の時に、東京電力原発トラブル隠し事件の責任を取り、当該職を辞した。副社長在任期間はわずか3ヶ月だった。この不祥事がきっかけで、東京電力の原子力部門の実力者が相次いで失脚し、武藤江が対等することになる。 無類のシャク投げ愛好家で有名。40平米の庭に50株近くの品種を揃えており、愛好家が遠方から訪れるほどである。しかし妻からは、物干し竿が置けないと不評。柏崎刈羽原子力発電所に移動になった際も、シャク投げの世話をさせるため、妻を残して単身赴任したほど。AB、住民投票結果が問いかけるものこの人に聞く。 東京電力常務取締役、原子力本部長、榎本俊明氏、原子力愛第9巻第47号、2001年9月、ピアニッシモ、も、3から5。AB 榎本俊明、わかりやすい原子力発電の基礎知識を無者、1996年3月30日、第1版。ISBN4-27403-4682 から。 2011年4月24日閲覧。冒頭の、はじめに、および、奥付けの、著者略歴の記載。ハット ABC への元年明。原子力発電がよくわかる本をおむしゃ。2009年3月30日。第一版。ISBN978 から4から274206719。2011年5月10日閲覧。冒頭の、はじめに、および、 奥付けの、著者略歴の記載社団法人海外、電力調査会。社団法人海外電力調査会役員名簿。ディスクロージャー資料。社団法人海外電力調査会。2011年5月10日へ覧。現職会中の確認。ハット ABC 山田大輔福島第一原発。燃料防除去の着手まで10年東電顧問。毎日新聞。 2011年4月24日閲覧。2011年4月8日午前2時30分の初出版東京電力。日本経済新聞 P10 東京電力。日経産業新聞 P27 江本俊明さん、つつましく清らかに。朝日新聞有刊 P7 人プラザ週1回の尺投げ通信東電化しわざき。 仮は原発の江本俊明所長、読売新聞 P12、ありがとうございます。